こんにちは、カオルンです。今日はですね、前回紹介しました母校さんのピース SS1、 こちらの通話品質を徹底検証していきたいと思います。イエイ。過去にですね、僕が紹介してきましたながら劇イヤホン、ソニーさんのリンクバッツ、ショックズさんのオープンランプロ、やっぱりこの2つも通話は大事ということで、今までね、比較をしてきたんですが、今回のボッコさんも加えていきたいと思います。そしてね、最後にはですね、この3つを装着感、そして音質、そして通話品質のね、3つの観点からね、比較していきまして、皆さんにとってどれがね、一番欲しいか変わってくると思います。それをね、皆さんにしっかりね、最適なものを選んでもらえるようにお伝えしていきたいと思います。それではですね、まずは母校さんの通話品質の方を見ていきましょう。はい、今回もですね、前回やっていきましたリンクバッツオープンランプロ、これとね、同じ方法で検証していきたいと思います。やっていくシチュエーションは3つございます。1つ目がね、駅の構内になります。結構ね、電車のね、ホームとかね、いっぱい人がいてね、うるさいと思います。見ていきましょう。そして二つ目が車の車内というところで、最近ね、結構電車乗る人もね、もちろん増えてきましたが、やっぱりね、コロナ禍の中にあるということで、車でね、移動される方も多いと思います。見ていきましょう。そして最後に三つ目はね、カフェとかレストランのね、場所でね、テレワークとかされる方ね、いらっしゃると思うので、そこら辺も見ていきます。検証するにあたって注意すべきポイントが二つございます。一つ目がですね、しっかり周りの音がシャットアウトされているのか、これを見ていきます。そして二つ目がね、そのシャットアウトされている中、しっかりね、自分の声が相手に伝わっているのか、これを見ていきます。さあ、検証する方法をお伝えしていきました。それではね、皆さん実際にしばらくは音を聞いてみてください。聞いていく順番としては、まずは周りの音がね、何もない状態。そして駅の構内、車内、レストランとかね、カフェに行っていきたいと思います。それでは、どうぞ。もしもし、久しぶりだね。こっちの声聞こえてる？今、ピース SS1 から話してるよ。どう？いい感じ？お待たせ。やっと着いたよ。ハヤトどこら辺にいる？おう、コンビニね。了解。すぐ行くから、あと少し待っとって。あ、もしもし、今ね、ちょうど高速道路入ったところ。うん。今日はね、渋滞もなくてね、予定通り行けそうだわ。嬉しい。いやー、久しぶりの温泉旅行、マジで楽しみだね。夜のご飯もめっちゃ楽しみ。ということで、また後で。お世話になっております。カオルでございます。先月はお取引くださり、本当にありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、母校さんの通話品質ね、皆さんに見ていってもらいました。どうでしたかね。前回のリンクバッツとかオープンランプロ、これはですね、概要欄にね、動画のリンクを貼っておくので比較していただきたいんですけれども、まあね、母校さんもそんなね、結構いいんじゃないでしょうか。まずね、周りの音がシャットアウトされているか、これ自体はね、めちゃめちゃシャットアウトされているっていうわけではないんですけれども、まあオープンランプロがね、個人的に僕は一番良くて、しっかりね、シャットアウトされてて、リンクバッツがね、まあシャットアウトされているんですけれども、AI でね、やっているのでね、ちょっとボワボワしたようなね、リアルタイムでね、消したり、してね、ちょっとね、違和感があったんですけど、まあその間の、ぐらいの性能じゃないでしょうか。まあね、違和感もなく、だけれども完全にシャットアウトしているというよりは、ちょっとね、残しつつ、まあ、ある程度消えているような、そういう感覚でした。ただね、僕が気になったところが、前回ね、ボコーさんのこのね、イヤホンをね、レビューした時に、ちょっとね、通話の品質見てもらったんですけれども、その時にね、いい時と悪い時がね、あるんですよね。これね、個体差がちょっとわからないんですけれども、まあ、結構不安定で、全然ね、こっちの声が相手にね、伝わんない時もありますし、だけれども、しっかりね、綺麗に伝わるっていう時もあるので、なんかね、ここら辺が不安定なんで、通話だけでね、メインで使っていくっていう方にとっては、ちょっとね、難しい、満足できないかもしれません。
まあ実際にね、いい時のね、このスペックっていう部分はね、皆さんに聞いてもらったので、ここからはですね、3個のね、イヤホンを比較していきましょう。3つの観点から比較していきます。装着感、そして音質、そして通話品質、このね、3つで見ていきましょう。はじめにですね、早速ね、結果から見ていってください。どうぞ！今回ね、判定方法は3段階で評価をさせていただきました。結論から言いますと、どれも20丸をね、しっかり持っていますので、強みっていうものはね、あります。ただ、ここでね、皆さんにね、しっかりね、重要視していただきたいのが、こうね、装着感にね、重きを置くのか、それとも、音質と通話のね、この1セットにした状態で、こっちをね、重視するのかっていうので変わってきます。まずね、ながら聞きイヤホンっていうだけあって、とにかくね、何かをしながら聞いていくっていうので、長時間ね、疲れにくいのが欲しいという方はね、間違いなくね、母校さんのピース SS1、こちらをね、おすすめしたいです。ただね、音があんまり良くないのと、あと通話品質がね、本当はね、丸をつけたかったんですが、ちょっとね、不安定さがあるので、ここら辺がね、マイナスポイントとなっております。なので、音楽はね、BGM 程度で聴ければいいから、とにかくね、疲れにくいのが欲しいんだっていう方とか、あとはね、リンクバッツとかオープンランプロみたいにね、はめたりとかね、ギュッとね、締め付けられる、このね、触ってる感覚、これがね、嫌だなっていう方はですね、そこら辺も違和感はね、全くないので、ボッコーさんのピース SS1、こちらをね、おすすめしたいと思います。ただね、そういう違和感はないですし、あとはね、音楽をしっかり聞きたい、あとはね、テレワークで使いたいっていう方はですね、間違いなくリンクバッツ、オープンランプロがおすすめとなっています。あとはね、リンクバッツとオープンランプロ、ここでもね、違いがあるんですけれども、これはね、僕の好みとなっております。僕的にですね、リンクバッツのね、はめる方がね、楽で、こうね、キュッと締めるようなオープンランプロ、これはね、メガネをかけるので、ちょっとね、きつかったです。あとね、音はですね、僕的に重厚感がね、しっかり溢れているリンクバッツの方が好きで、スッキリさのね、あるね、オープンランプロはね、音楽というよりはね、通話の方が好きでした。ここまでね、お伝えするとですね、リンクバッツとかオープンランプロがね、めっちゃいいんじゃないかって感じるかもしれませんが、僕的にはですね、走りながらね、よくね、ながら聞きイヤホンを使うので、落ちにくい、疲れにくいね、装着感に重きを置いて、ボッコーさんのね、イヤホンを使っています。ということで、まとめに行っていきましょう。はい、ということで、今回はですね、ボッコーさんのピース SS1、あとはですね、リンクバッツ、オープンランプロを含めた3台ながら聞きイヤホン、ここのね、比較をやっていきました。本当にね、ながら聞きイヤホン増えてきてね、比較が難しいと思います。一つ一つがね、マイナーチェンジなね、変わり方をしているので、しっかりね、そこら辺をね、細かくね、皆さんにお伝えして、手に取ってもらった時に、喜んでもらえたらね、この動画作ってよかったなと感じています。この動画めっちゃいいじゃん、また出してってね、思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、今回もね、カオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画、チャンネル登録者1000人をね、目指して頑張っておりますので、ぜひね、応援よろしくお願いいたします。ということで、また次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。